ことを示すグラフです。さあ、そしてその下、赤い旗、赤い旗、これは一番出てほしくない旗ですね。何らかの理由で何か事故が起こってしまったりとか、突然ものすごい雨が降ってきたりとか、でちょっとレースを止めないといけない時に出されるのがこの赤旗です。レッドフラッグ、赤旗と呼ばれますけども、これはレース中今日絶対出てほしくない旗ですね。そして、これわかるかな、黒にオレンジの丸が書いてある旗、これはね、ここ最近はあんまり見なくなりましたけども、昔はごく稀に出ましたね。私もね、それこそこのスーパーモンキーなど前身であります、当時全日本ユースさんでもこのコロ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 コ